はい、どうも、安です。マックスです。はい。で今回の、テーマなんですけども、はい。まあ、固定先のテクニックじゃなくて、うん、TAV の本質を参考にしようと、はい、いうことで、はい、まあ、私の、メルマガ読者とか、ブログの読者さんの中にはですね、うん、結構TAV っていうまあ、ナンパの教材があるんですけど、はい、それを持ってる人が多いんですよね。うん、で、まあ、なんですけど、まあ、TAV を学んでも、まあ、なかなか結果が出てないとか、うん、っていう人、まあ、中にはいるんですよね。はいはいはい、で、まあ、なんでだろうなっていうところを考えたときに、うん、はい、まあ、そういう結果が出てない人ってその TAV のですね、うん、そのなんか表面的な、うん、その小手先のテクニックだけを参考にしてる、うん、まあ、そういう人が多いのかなっていう ね、 そ う、 すね、そういう印象があるんですよね。小手先だけを参考にするにはあまりにも、うん、そのレベルの高い教材っていう印象かな。例えばその TAV って有名なのはじゃがりこを持ってこれ落としたよって、あ、そうですね、っていうナンパじゃないですか。あ、まあ、実際それはロストアプローチ、ドロップアプローチ、ドロップアプローチ、はい、その岡田さんがそのナンパの実力音声の中で、はいはいはい、そういう声かけをしてるんですけど、 そうですね、でそれがすごい有名なんで、うん、TAV といえばそのじゃがりこ、そこだけ一人歩きしてますよね、うん、そうなんですよね。でじゃあ TAV ってのはじゃがりこを持ってこれ落としたよっていうのがそれが TAV なんだっていうふうに思われてる人も結構いるのかなと思うんですよ。だそれ TAV は聞いてないけどそこだけ使うみたいな人、うん、なんか、まあ、昔多も多かったの一時期、うん、ちょっと今わかんないですけど、うん、で TAV で大事なとこってそこじゃないんですよ、ね、全然そこじゃないです、うん、あくまでもそれはアプローチの一つの手段であって、うん、そうですね、別にじゃがりこじゃなくてもいいし、それはそうです、何でも、うん、てかドロップアプローチじゃなくてもいいし、そうですね、うん、いやなんか思うように、うん、あれちょっと岡田TAV 作った岡田さんが、はい、その要はその TAV を聞いた人が真似しやすいように、うん、その連動する会話があるじゃないですか、うん、あそこをスクリプト化してある程度こう、うん、誰でも真似がしやすいように分かりやすくしたのが、うん、じゃがりこナンバーであり、それは別にあれ笑い反応を取るためじゃないじゃないですか、別に、うん、あれで笑う女の子いないですよ。そうですね、そうそう、その後の連動会もつながってて、うん、こう女性の反応を取りやすいから、うん、賞を確立したんだと思うんですね、うん、そうですね。なのでその、なんかこうじゃがりこにこだわる必要はないし、あ、全然ないです、全然、うん、何でもいいって、何でもいい、で TAV の本質っていうのはやっぱマインドだと思うんですよね。そうですね、うん、その強気なマインド、うん、まあ、S キャラでこう、うん、自信を持って堂々とした、はいはいはい、っていう部分が、まあ、本質だと思うんですよ。本質ですね、うん、あれので、その、マインドを持って、まあ、じゃがりここれ落としたっていうアプローチは、はい、まあ、結構そのそういうマインドに持っていきやすいというか、まあ、強気な態度で、そう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 、まあ、連動するっていう話ですよね、うん、そうですね。まあ、だから岡田さんは、うん、まあ、ああいうアプローチをやって、それでうまくいくんですけど、弱気な態度でじゃがりここれ落としたよって言っても成功しないんで、最悪ですね。何も本質的じゃないっていうか、そうそうそう、いやダダ滑りだっていういや申し訳ないですけど、でもそれは、うん、そうなんで、本当にそれは成功しねえわと、うん、だからマインドが大事なんですよね。むっちゃくちゃ大事ですね、うん、っていうところをまず押さえてほしいっていうところ で、 で、ね、うん、でですね、まあ、やっぱりその TAV とかっていう、まあ、ナンパの教材を買う人って、はい、どうしてもその、まあ、やっぱり恋愛がうまくいってないとか、はいはい、恋愛経験少ないとか、うん、コミュニケーション苦手とか、はいはい、やっぱそういう人が多いと思うんですよね。そうですね、うん、まあ、別にそれはしょうがないんですけど、うん、まあ、そういう人だからそういう助けを求めてそういう教材を買ったりするんで、うん、まあ、それは前向きな、うん、前向きな、はい、でそれは全然いいと思うんですけど、うん、やっぱりでもそういう人って、うん、どうしてもそのトークがもともと下手だったりとか、うんうん、その時点では、うん、コミュニ人の気持ちを察するのがちょっと苦手だったりとか、はいはいはい、っていうところで、まあ、単にやっぱどうしてもその小手先のテクニックというか、まあ、フレーズだけを、これさえ言えばいいんだっていうふうに思いがちなんですよね。まあ、もうせっかく3万円払ったんだから、うん、やれるだろうみたいな、そうそうそう、あれしようみたいな、うん、確かに。なので、まあ、そういう人がですね、
まあ、いきなりその本質がどうって言われてもなかなかピンとこないとは思うんですけど、まあ、一方でそれはそうですね、うん、だからちょっとそういう人にとっては難しいのかもしれないんですけど、うん、なので、まあ、要はすぐには、うん、なかなか結果って出ないと思うんですよ。それは当然、まあ、それは当たり前ですよ、ね、うん、だからちょっと長い目で見てみた方がいいのかなと、うん、それは別にどんな教材でも、うん、その教材見たから次の日にもうすぐゲットできましたみたいなってなかなかないと思うんで、うん、そうですね、うん、そしたら紐手なんかもういないですよねそんな簡単にそうですね、うん、人変われたら、うん、でそうですね、うん、であとそのまあ強気な態度が必要だっていう話したんですけど、はいはい、そうですね、であとその TAV の中でものすごい強気に声かけてる音声とかあるじゃないですか、なんかありますね、おいとか、そうですね、でそれもまあまあそういうキャラじゃない人がいきなりおいとか言っても、できないですかね、うん、なんかできないと思うんで、うん、で無理にそれやらなくていいと思うんで、そう、うん、もう息切れしちゃうからあわわわってでそういう風になんか最初の1フレーズとか2フレーズぐらいだけ、うん、そういうすげえ強気なセリフだけ言って、うん、後のキャラが全然優しいキャラだったりしたら、いやいやいや、すげえ違和感があって、まあ、不自然じゃないですかおいって言ってるのに、あ、ちょっと時間ありますか、やっぱ3年のギャップっすよねすげえ誠実な感じになってたら、うん、そうこの人なんか二重人格なのかな、キャラブレすんな、キャラブレすんなっていうで不自然なんで、まあ、だったら最初からもうちょっと丁寧なやり方でやればいいと思うんで、まあ、誠実でもいいし、うん、それこそ、 そうすいませんみたいな、うん、だから自分のキャラを、まあ、まず把握して、そうですね、それをまあ生かした方がいいですね、そうですね、じゃあやっぱりもうどうしても無理があるんで、徐々にそのエスケラに、まあ、うん、していけばいいと思うんで、なっていくじゃないですか、経験を重ねていくうちに、うん、余裕も出てくるじゃないですか、あ、そうですね、で別においって本気で言ってるわけじゃなくて、うん、なんかただ反応取りたいだけなんて、うん、演技じゃないですか、言っちゃうから、そうそうそう、そんな本当においなと思うやっからじゃないですか、ただ怖い人、そう、うん、そこまで余裕が出てきたら、うん、できるように自然になる、そうですね、うん、あれはだから結構その、まあ、上級者向けというか、うん、それは、うん、そうですね、なので必ずしもそういう声かけじゃないといけないってわけじゃないんで、うん、例えば私の場合もその、まあ、私もすごいこう TAV を参考にしてやってきたわけなんですけど、はいはい、でもその私のナンパ音声とか、まあ、YouTube 上げてますけど、はい、それ、まあ、聞いてもらえば分かるんですけど、うん、その TAV の岡田さんの声かけとは、まあ、結構違うんで、皆さん独自っすよね、もうちょっと優しいというか、うん、優しいですね、キャラ的に、うん、なのでそのただ一応マインドとかそういうのはすごい参考にしてて、だからそういう本質の部分を理解して取り入れていく、ね、小手先じゃないっていい例ですよね、そう今は、あ、そうですね、でも別に美女ゲットできるっていうことじゃないですか、うん、そうそうそう、なのでそのあとはその取り入れれる部分だけ取り入れればいいと思うんで、はい、そうですね、最初は、うん、全部をいきなり真似しようって言っても無理があるんで、まあ、それこそそのマインドとか、はい、そういう S の強い分もそうですけど、もともと持ってるボキャブラリーに人それぞれ経験が違うから違うじゃないですか、うんうん、そうですね、だからね、それこそ小手先だと真似できないし、やっぱ、うん、岡田さんは岡田さんの経験があって言い回しがあるし、うんうん、そうですね、それをただ棒読みしても、うん、あれみたいな、うん、なんか違和感感じるなってなると思う、女の子が、うん、だからそうですね、自分にのキャラに合わせて、うん、その徐々に取り入れていく、うん、取り入れれるとこだけ取り入れていく、まずは、そうですね、うん、そしたらオリジナルなんかできていくっていう、 そうですね、その人らしいナンバースタイルっていうのは、はい、そうですね、でマインドまあ強くなるし、うんうん、まあっていう風なやり方でやった方がその TAV の良さを生かせるというか、そうですね、うん、うまくいくのかなと、そうですね、うん、いきなり完璧を目指そうとするんじゃなくて、うん、確かに徐々に取り入れていく、うん、で本質が大事ですと、そうです、要は本質っていうのはマインドですと、そうですね、はい、であとやっぱその特効薬ではなく、うん、そのやっぱこう泥臭い、ね、うん、努力っていうか、そうですね、ね、一声かけがあるから、うん、だんだん形になってくるし、うん、それはどんな教材を学んでも一緒だと思うし、うん、あ、そうですね、どんなその素晴らしい講習を受けても私もそれと一緒っていうか、うん、そうですね、だからなんか魔法のフレーズとか魔法の教材がみたいな、 ね、そういうのがあるわけじゃない、そうそうそうです、まあ、そこを理解して、ね、TAV を学ぶといいのかなと思いますね。そうですね、うん、じゃあ、とりあえず今回は、以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。